ニ様、こんばんは、どうもです。エキシビション、先ほど終わりました。えー、ショーマくん、今日、あの、新しい衣装、赤黒、新しくなってましたよ。やっぱりかっこよかったわ。途中、アイスショーではきついプログラマーだから、ちらっとお客を煽る。振り付けはあるの、あれ、いきなり氷にうつ伏せて、うん、演出かした最後は氷に仰向けにやりきった。声援もちゃ、あとはパンケットがあるみたいですよ。写真も楽しみだわ。うん。 渡テタ野くんの演技で椅子を押してお手伝いをする役があり、誰がするか楽しみにしていたら、なんと、ショウマくん、ソダくんが2人でサングラスをつけて、ちょい悪い感じが良かったわ。うん。盛り上がりました。また、3人のちょい悪い写真をステファン先生は上げてくれてありがとうございます、えー。中国大会もジェットコースターみたいでしたが、えー、無事終わり。次はラスト、フィンランド大会です。うん。楽しみです。えー、ショウマくん、日本選手たち、中国大会お疲れ様でした。 ねえ、これもツリーはあれですよね。ツリフィンランので、そのツリーは NHK 杯ですね。NHK 杯がラストでしょうかね。うん。はいね。ねということで、ジェット、ほんとジェットコースターみたいでしたね。まあ、最近のアクロバティックも十分ジェットコースターっぽいですけどもね。うん。おはりこさん、よろしくお願いします。カムさん、エキシー終わりました。えー、昨夜は友野くんの椅子係を誰かが、誰かするって盛り上がりましたが、朝、エキシーに颯太くんが出ることを知り、 ソータくんで落ち着きな、落ち着くなって思って見てたら、なんと豪華に、ショーマソータのダブルで椅子係になってました。3人とも楽しそうでよかった。えー、ショーマくんのエキシビションの衣装も,振も、振り付けもザ・アイスから変わっていました。うん。息散らかしたらショーマくんよかったです。衣装変えま、ましたね。黒と赤な感じになってましたよね。うん。ん、えー。そんなょっと盛り上がってました。うん。 なみなみさん、どうもです。中国杯終わりました。シャマ君負けちゃいましたね。でも勝ち続けるのも辛い。ここでちょっとだけ休憩するのもいいかもしれません。もちろん本音は悔しいですよ。でも、シャマ君の笑顔が見られて、幸せそうに前向きに語ってくれる姿を見られるだけ嬉しいというのも本音です。うん ファンって、え複雑でめんどくさいですね。アダム君は本当に素晴らしかった。ここまで、あの、覚醒するとは、技術も芸術面も兼ね備えていますね。理想との相性がバッチリって感じです。うん、うん。バックフリップは確かにやんない方がいいと思いますけどね。ショマくん、大好物の課題がたくさん見つかったみたいなんで、NHK ファイルまで楽しく、モチベーション高く、練習でできそうです。それがまたファンは嬉しいです。ジャンプのミスはあったものの、やっぱり演技の美しさは別格だったと。 ま、だったと思います。え、ョーマワールドに連れて行ってもらいました。言い忘れました。え、銀メダルおめでとうございます。ショーマ君がとても気に入っているプログラム、完成形が楽しみです。表彰式で地ルにメダルの裏表を確認するショーマ君も、ファンを裏切らないわ、誰よりも表彰式に慣れている人なのに。 隣のアダム君と確認。こういうところもファンはたまらないです。そしてそのことを嵐の二宮エッがしで伝えてくれていますね。私が言ったことと番組で共演して、シュマ君のことを気にかけてくれるのも嬉しいですね。うん 池尻も楽しかった。カムトギザー、イケチラかしてましたね。衣装も身長フリーステても変わってましたね。うん。月の光を踊った方とは別人です。これぞ振り幅が大きくて表現力に長けているからこそですね。さすがカメレオンスケーター。友野くんの演技では演出上椅子使う椅子をマトリックスのように黒いサングラスをかけた翔馬くんと蘇田くんが楽しくするよう、楽しく 楽しそうにくるくる回してチームジャパン最高って言ってました。友野くん2人にどうやって頼んだのかな特に翔馬くんにどんな風に声をかけたか知りたいわ。うん。貴重な保存映像です。そしてその3人の姿をステファンがインスタに上げてくれていて、ステファン、よくおわかりだがと感心いたしました。うん。 そして改めて、ショーマ君のファンの皆さん、悔しい気持ちは当然、拭えきないかもしれませんが、多くの方がアダム君やサイドルフ君を称えているのも素敵だと思います。ソ太ダ君や友野君への歌わいの言葉も、このカブ君への動画だけではなくて、あの、いろんなところへの書き込みも見かけます。ショーマ君の周りにはこういうファンの方もたくさん集まっていて、これってやっぱりショーマ君の人柄なのかなと思いますが、尊いわ。 うん。あのね、宇野選手もね、あの、風武紗夫さんたちに尊敬というか、してると思うんですよね。そういったものもなんか感じました。なんかね、なんかあの、宇野くん自身が、こういった後輩といいますかね、こういった、あの、どんどんフィギュア界が成長していくっていうことを、喜んでるのかなっていうのも感じたんです、今回。うん。だからね、それがなんか、 よか,よかったな、よかったっていうか、宇野くんもなんかすがすがしいのかなっていう感じで、なんか自分のことだけじゃなくて、他のことも、他の選手たちのことも考えてるのかなとか、ギュア界全体のことも考えてるのかなっていうのがあるので、それもなんかよくしてるのかなっていう感じがしますね。うん。だからね、決してニガティブにはなってないなっては思いますよね。うん。 そういったところがね、前からなんか感じられてきて、最近ね、ここの5年くらいで徐々に変わってきてるなっていうのがね、見受けられますね。特に昨年からは傾向が強かったなと。オリン五輪から特に傾向が強かったなっていう気がして、今年もその傾向があるのかなと。うん。なんか後輩たちのこのフィギュアスケートのね、脈、え、々、ー、と続くその後輩たちの成長を楽しんでるのかなって、ね そういうね、感じもしたので、僕は多分気持ちの中でそういう気持ちも強いのかなって今思ってます、僕。うんはい えー、ニケ様よろしくお願いします。カブ君こんばんは。今日は楽しい一日でした、えー。中国杯のエキシビ、とってもとっても期待しつつ、友野君の S ばかりは、えー、ソウタ君たくんで決定かななんて思っていたら、まさかのソウたくショしょのダブルエンジンでした。三、えー、人ともサングラスをして荒ぶった雰囲気で、ノリノリでした、えー。これは嬉しい子さんだった。 悪ガキ三人トリオの出来上がりあっという間にシょうまとソう君は役目を終えて退場で興奮が冷めやらなかったんですがトもと君のエキシビはもうさすが素晴らしいエンターテイナーです。 え最後まで楽しませてくれました。うん。えー、その後は、X は、えー、シュマクファンの界隈でお祭りさばきに、次々に悪ガキの写真と動画を上がっていました。友野くん、ソタくん、ありがとう。さらには、ステファンの撮影の悪ガキトリオの写真は上がってくるわ。デジタル報道写真でも一層担いだり、悪い雰囲気のシュマクの写真が出てくるわで、何のエンターテイナーのうん。おかげで、たっぷり楽しませてもらいましたということですね。うん。 いや、大阪は、あの、濃いですよね。あのね、あの、大阪勢は、ジュニアの男子たちも、あの、すごい、あの、キャラが濃くて、面白い人多いんですよ。うん。もう今回ね、もしかして、ステファン・ダンビエはね、出てくるかなと思ったんですよ、この会実は。うん。はい、風呂敷からからさんどうもです。えー、こんばんは、歌舞伎の皆様。予想外の2人でしたね。椅子押し。 えー、宇野くんは普通はしないタイプなのに、友野くんのことどれくらい好きなんだと思いました。えー、三人とも一緒の友達なんだろうなと思いました。えー、中国は今まで、羽生くん好きは多くても、坊やんはあんな感じではなくて、何が起こっているのか不思議です。うん。男子には、ともかく、えー、女子はいつもガラガラでしたんで、中国の女子選手がプレッシャーで自爆していましたね。そうですね。今回は、確かにあの、 中国の選手、ミスが多かったかもしれませんね。特にね、シャン・イ・アン選手のミスがもったいなかったですね。あの他の選手はね、まあ、ミスはあったんだけど、まずまずだった気がするんですが、シャン・イ・アンちゃんはちょっと今までで一番バクってたなっていう気はしましたね。男子も、そうですね、まあ、あのボーヤン・チンもちょっとミスが多かったなっていう感じしましたね、今回。うん でも、ボヤンジンめっちゃ人気があって、あの中国のスターになってるのかな。うん、だんだんね心、心をね、込めた演技ができてて、なんかだんだんそれがね、ちょっとあのイメチェンなのかなっていう気もしますね。はい。アクアマリンさん、よろしくお願いします。マリン様、えスコットハル・スコットハミルトン・ケアーズ財団、がん研究え、教育のための資金集めは、2 0 1 4年の設立で、えスコット・ 自身が、えー、清掃癌や脳腫瘍を患った経験から立ち上げたんでしょうね。うん。姉さん章に、姉さんがショーに出るのは、えー、19日です。えー、監感謝祭、感 <laughs> 謝祭前後に、えー、大学が秋休みらしいですね、えー。キリスト教文化で子供の頃から、えー、ボランティアやチャリティ活動が盛んなのと、ぶっちゃけ税金対策。えー、寄付金は税金控除なものもあります。 なるほど。高い税金を払うより、自分の関心があることの、えー、チャリティーカストや支援をする人が多いと。もともと日本よりもずっと経済格差がある国ですしね。うん。兄さんが奨学金を受けたのは、えー、マイケル・ワイスたんですね。ワイスは、 元全米チャンプのシングルスケーターで、長野と,長野とそれとレーク五輪に出場。トリノは出場できず引退。子供の頃、姉さんは、お姉さんのスケート靴を履いてたけど、成長して履けなくなってしまい、奨学金を申請と。姉さんが結果を出したんで、その後10年支援されて、スケートが続けられたんでしょうね。リッポンやアシュビー、メライちゃんなどの多くの選手が、マイケル・バイエス財団の支援を受けました。うん そういえば、マイケル・ワイスって4回転ルートと飛んでましたね。98年、全米でえ両足着氷。長野オリンでは4分の1回転足らず、転倒をしてたけど、割と近いところまで行ってたのよね。バックリープもツイストをひねりながらやれば、トルネードと名付けてアイスでやってたわあ。全然わかんないですね。マイケル・ワイスっていう名前だけは聞いたことあるんですが、演技は全然見たことないです、僕。うん。 でもね、ワイス財団っていうのは聞いたことあって、ミナイちゃんが何かやってた方知ってましたけどもあ、そういう感じだったんですね。4回転ルッツとかもやったんですね。なんか昔ね、ブランドムローズっていう選手はいてやってましたけど、マイケル・ワイスはちょっとあんまりわかんなかったです。うん はい。えっ、ー、と、ミケさんも一緒でございます。う馬くんのカトむ時材も楽しみました。正直、中国の謎のカメラワークでちょこちょこ足元しか映さなかったりと、おいおいって突っ込みたくなりましたが、翔馬くんの重低音ロックを楽しませてくれました。衣装が競技用のような生地のものに変わったり、振り付けも以前披露してたものとは少し変えてきました。 うん。ラストはまさかの氷に上に青巻に大の字。もともとハートな体力消耗で激しいプログラムですが、え最近、翔馬君がこだわりを始めたえ、観客を楽しめさえ、楽しませたいというね、思いで、全力で演じた結果、力尽きたのかもしれません。振り付けなのかどうか判断に迷うところ、世界選手権でのごろんを思い出してしまいました。そ最近、宇野選手は、 あン 1PS をやってからでしょうかね。お客さんを楽しませたいっていうところに、結構重点がいってるんでしょうかね。うん。あの、今回もね、カムテオキサ途中で、あの、転ぶ演出がありましたよね。あと、あの、途中なんか面白い振り付けがね、ところどこあった気がしまして、振り付けね、結構変えてましたよね。うん。あの、中国のカメラワークって、確かに不思議なとこありますね。あうフランスも結構あったんですけど、 ね、フランスはね、なんか演技の残像とかも見せたりしますよね。残像。だから、実際にはもう終わっ、なんかえ動いちゃって、そこに選手はいないのに、そういったところを映したりとかもしてて、あの、結構残像とかも映してま謎なところもありますが、中国のあのカメラワークも結構謎な感じですかね。うん。はい、えー、カオリンさんどうもです。カムクンお疲れ様です、えー。中国杯、楽しかった。ショートでえ今季世界選手 世界最高得点を出してくれた翔馬くん。対してアダムくんはフリーでノーミス。駅島で楽しくて、友野くんの椅子押しは、そうだくんだと思っていたが、翔馬くんと2エンジン、えー、あとね、きっと裏で練習したんだろうなって、ファンにとっては、えー、嬉しい誤算でした、えー。今週末もあっという間に終わってしまったけど、来週は慶ア坂本の出番ですね。 カオ、えー、君と W カオです。うん。来週末も応援そうですね。いやあ、来週末忙しくなりますよ。あの、東日本、あとね、全日本ジュリアもありますね。17日かかなで。で、17日、僕ね、来週ね、結構忙しくなっちゃうんで、いやちょっとあの見るの遅れちゃうかもしれませんが、来週は結構フィリア、忙しくなりますよね。うん。 はい。えっ、ー、と、皆様どうもです。こんばんは、みなんです。カムさんは、イキシビションのカムトギザー、シャマくんのは見られましたか配信を見ながら、だんだん近づき、動画をよくの眠れた、あよ,よく、えー、眠れたみたいなのが出て、 もうすぐ翔馬くんだとコメント出入たけどもうかっこよかったわ、えー、携帯からは表情がよくわか,かられてですが X に写真があり上がり見たらもう,はもうロックな翔馬くんにフォルールタせ乾杯ですよ、えー、かなりハード,ハードでワイルドさが半端な円から荒ぶるような翔馬がいけ,、ま、いけてますよ以上、えー、も革パンかしらうん革パンの感じがありました似合う、えー、これをフリーにしたら倒れますね翔馬、えー、くんも、えー、感覚もやはりエキシビションで良さ,さそうでしたよ、えー より煽ったら中国ファンがさらにキャーキャー湧いたかもですが、ちょい照れがあったのかしら。うん。あなんだ。これちょっとね。ちょっと待ってくださいね。はい nhk 界では煽ってね。またボンヤン君ですが、多分ザアイスに出演でコロナ前にされていて、翔馬くん、na さんボヤンで三銃士と呼ばれたりとか。またジュリアから翔馬くんと一緒だったり、女装やアイスショーで。 そんなんなででで日本で人気があるかもですね、うん。また、祖母君、どんな風に感じますかの質問に何と答えたでしょう正解は、可愛い一言で言うと、素直に可愛いい。くつになっても、おじいさんになっても、世界最強、可愛いは強い、強、う、し、ん。かっこいいはありますが、なかなか可愛いは失う方が多い中、なんか貴重ですよ、うん。世界王者になっても、あのピアな感じや表彰式のメダルといい。 格好可愛いから、世界から、しょうまくん、愛されしょうまくんです。先ほど、世界メディアからも惜しくも2位になりましたが、ジャンプが2本惜しかったけど、実に美しく世界観が、さすがだと、完成形が楽しみだと、 評価良さそうでしたよ。うん。私も何回も予約見れましたものえ。計算をしたら、確かにループフリップ3連続に、え連続もう一つ言えたら、アダムくんよりも多分高い点数に、えまだまだ表現、え表現、自己満足したからビヨンドしますよえ。テレビ会社佐野さんも、このままで終わ,る終わらせる選手じゃないから、もっと良くなっていきますよと言われていましたよ。皆さんもよく分かっていて良かったです。私が燃えて熱くなりました、昨夜は。うん。ではまた。 うん、でさ佐野さんの今回の解説はどうだ,どうだったんでしょうかねうん。であのー、ちょっと気になりますけども。うん。はい、えっ、ー、と、ふとしまんさんどうもです。宇野さん、ぶっちゃけ、えー、今大会、えー、3度滑った中でエキシビションが圧倒的に生き生きして見えました。曲、えー、調もあるでしょうが、キレや躍動感が全然違いました。アメージングでした。うん、結構、なんか楽しんで滑ってる感じでしたよね、今回ね。うん えシワさん、よろしくお願いします。カンプくん、こんばんは。えー、中国杯テ、テレビで見るとフリーだけですが、えー、フリー、えーとね、画面が大きいし、佐野さんが、えー、解説されて、配信よりもずっといい感じです。翔馬さん、やはり2位でしたね。勘で、えっ、ー、と、表現通しておっしゃってたし、えー、ジャンプで飛んだもん勝ちと思っています。だから、シリア上がって表現をしたいとおっしゃって、優勝は無理と覚悟をしてたら、優勝どころか大落ちて、未だに 投げ込みもトラウマになっています。うん。エキスクラのでの、ショマさんの笑顔が何よりも嬉しかったです。でも NHK 以外ではいい加減ノーミスが見たいです。え友野くん、颯太くん頑張ったショートから4位と6位でよく巻き替えましたね、えー。素晴らしい。それにとしすごいですね。びっくり、前から吉田花選手注目を したんですがよかったしかも2位が凛花ちゃんあの可愛いチョッパー役の日本、強いですね。皆さんのおっしゃっているけど、私もバックリップとかや,った,らやったらするものじゃないと思います。うん、ご自身の競技を終えても全部の試合が終えたわけじゃないし、一つ間違えれば大変なことになるとなるんです。アダム君恐ろしい才能の持ち主ですが、ご自分の才能の見せつけたいのか、観客を喜ばしたいのか分かりませんが、アクロバット的なことは好きではありません。まだこれからエキシビションみたい 再来週はいよいよ NHK 杯狩山く君、えー、見られる、えー、そしてだんだん忙しくなってきて充実した日々が続きそうですね、うん、フィンランドで、えー、次 NHK 杯ですよねということなんで,、うん、でアダム・シャオ君はエキシビションでやってますね今回もねエキシビションでは後半の方にまずバックフリップやってやってその後にあのえっ、ー、と測定でやってましたよね うんただね、今回のエキシビションに関しては、アダムくんはちょっとあれかな、うんあの。ショートのフリーのが僕は好きですね、アダムくんは。ちょっとあれですね。衣装もちょっとあれだったかもしれないねうん。アクアマリンさん、よろしくお願いします。カブさん、タイトルがリズムダンスあ本当ですかです、ね、あ、本当だ。これもしかしてフリーダンスかもしれない。あとで訂正しておきます。フリーダンスですね。 エミリー・ブロンテの長編小説、嵐が丘は読まれたことないのかないや、ないですね。これ、ちょっとわかんないですよ。これは何なんだろう。何度か映画化されていて、パイポの曲は1 9 9 2年版のサントラ。原作は長くて暗いし、数分でアイスターンしで伝えるのは難しいけれど、う時だったヒースクリフが引き取られて、そこの娘キャサリンとも仲良くなるのも、キャサリンは裕福な男性と結婚、傷心のヒースクリフが嵐が丘を後にして、 数年後に成功したシリー実となって戻り、複数する、あいにく劇。うん。パイポを小さなミスがあったけど、坂本龍一音楽とあった世界観が好き。ジャッジ席は、助ける、助けを求めるところもドラマチック。なんかありましたね、それはね。で、ラジオは最終滑走まで待つのも長かったらしい。フリーダンスの音楽は、ワールド開催地モントリオール出身の作曲から選んだそうです。 なるほど。美しいプロで、スピンのポジション美、ステップ滑りすぎてぶっ飛ばしてた。シーズンベースト更新、パイプーに迫る得点で嬉しそう。クリッパー、エキシはよく、 歴史はいいのにな。フリーダンスは曲が助けてくれなさそう、えー。さっきワールドの評価が良かったけど、これからシーズン後半で盛り返そう盛り返すのかな。うん。クリパー、フリーショットなんか曲がなんかね、ちょっとそんな感じでしたね。でペイ、ペイバイは今季調整なさそう。良さそう。うん。ルイテオは木曜到着して自他木に苦しんだそうです。次に NHK 杯まで、えー、北京で、えー、調整をするらしいですね。うん。 で、エデが中国人選手に振り付けしてるから、その子ね、エミリー・イアンもキャシーのアレンジで NHK 杯まで京都で練習すると言ってたし、男子シングルのフラン・ジーパンにも NHK 杯までコストナーと、カリ君マと日本で練習するあ、そうなんですね。みんなアジアでの調整が大変ねと。ありがとうございます。そういうことなんだ。ってことは、えっ、ー、と、カリ君マと練習ってことは、オリエンタル・バイオと同じってことは、 あの、つまり、カオ君たちとも練習するってことかななるほどですね。フランジパーニー君ね。フランジパーニーなんか調子、今年はいいですね。でも彼は、あの、ちょっとフリーを、あの、スピンの終わった後とかで、今日休憩してましたよね。あれ、バレちゃいましたね。ねうん。 はい。えっ、ー、と、さらさんどうもです。前久保さんのコメントにもある通り、仮に今回の爆点によって、えー、衝突事故が発生し事故、重大事故になった場合には、業務上過失障害、死亡事故にまで発展した場合には、業務上過失致死になり、場合によっては逮捕されるような話になってもきます。もし日本選手が、 あのようなことをやった場合、たとえ悪気がなかったとしても国民から避難の嵐になるような事態だと思います。悪気はないもの、悪気がないものとは思いますが、あのタイミングでやるのは不適切だったと思います。え行動に慎重さを持って今後の大会に挑んでほしいですね。うん。いや、今回ね、だから世界のあの人たちはなんか批判とかしてるんでしょうかね。うん。次の大会ではやんない方がいいですね。うん。まあ、あの、確かね、 今回は、えー、表彰式でやってなかったですよね。うん。あかりこさんも言ったです。かむさん、またまた駅舎の話題です。ボーヤン選手と駅舎は、ハリュー君にリ,リスペクトな振り付けが随所に振り組み込まれております。憧れているんだ,だと思いますが、クリケット職も身についてきています。 本,本国で人気があるの分かります。うん。あのね、坊やんくんの滑りがね、やっぱちょっと羽生くんの感じ少し似てきてるなっていう思うとあるんですよ。で、これはね、あの、クリケットで教え込んでるからだと思うんですよ。特にジャンプをわった後すぐスピンやったりとかの、そういったところだったりとか、スケーティングのタッチが、やっぱ、オーサー風だなというのがありますね。うん。あの、ちょっとね、坊やんくんの歴史見てないんで、ちょっと確認していきたいと思います。 エキシビションをね、うのくんと、えっとね、まだね、見てないです。うのくんと、えー、アダム・シャオくんと、ルナヘンちゃんと、えー、中国の一つのペアしか見てないんで、あの、ちょっと、あの、後でまた見てみたいと思いますね。うん。ユウヨエアさん、よろしくお願いいたします。えー、っと、カムさん、11月13日、あ、これはどうしようかな。 ですね。えー、いい膝の日だそうです。カブさん、膝は大丈夫ですか、えー、フィリア選手も膝をひどく、ひどく酷使しそうですね。カ、え、ブ、ー、さんも陸上フィュアやっていて、膝が痛くなったりしますかギュギッとならないように気をつけてくださいね。膝はね、膝はね、まあ、あの、アクセルをやりすぎると、ちょっと痛くなるんですけども、今のところは平気ですね。腰、腰がね、まあ、どちらが痛くなることがいいかなうん。 千秋さんよろしくお願いいたします。カムくん、中国大会終わりましたね。アダム君はすごかった。矢の緊張する場面でのノーミスを、そしてシーズンベースト、なかなかできないことですね。え、これは、ショウマ君マにイリアくんとともに、アダム君という強化、強敵が、今ちも復調してきているし、今回負けたショウマ君マも、メラメラとモチベーションが上がっているかなうん。え、ショーマ君も、冒頭ジャン冒頭のジャンプ2本残念だったけど、え、迷子になった、なっていた4回転とトリプル等が、 ショートプログラムもフリースケーティングもしっかり入れられたし、ステファンと話しながらキスカーで笑顔、表彰台ではアダム君を見ながらメダルを確認、うん、その姿を見たニノさんから、まさか私が言ったことを、いや、これは宇野くんのさらなる成長の証し、何はともあれおめでとうございます。で、X にコメントをしていて、ニノのファンもごそっとおめでとうのコメントをしてる。やっぱりシャマ君は愛されるキャラだよね。ステファンも、 えー、初戦としては良かった。ショートフリーともに課題が見つかったので修正をする。NHK 杯に向かって早めに日本に入ると言ってたから、レイスと速攻を着て猛練習だね。うん。で、私はショーマ君のフリーステーティングはもうすっごく好きなんで、えー、ノーミス演技を見せて自己満足を達成して笑顔を見せてほしい。 そうたくん、フリースケーティングはしっかり、そうたくんの良さを最大限に出せていたし、えー、この演技を見たら、やっぱり相当プログラム持ってなかったって、再度思ってしまった。いや、持ってなかったですね。ファイナルも勝ってましたね。それがね、一番悔しいんですよ。かずきくんの今期のプログラム。 今まで以上にすごく良い、良いので、えー、ノーミスたったらさらにすごく感動する。うん。女子の花ちゃんの演技、大好きな鶴のプログラム。特に後半の鶴が羽ばたく、えー、ところ、音波もすごくて感動的。うん。あれ、ステップのところですね。僕も大好きならしいんですね、これで。リンカちゃん、前回は苦労したけど、えー、トリプルアクセルのクイーンでノーミス。花ちゃんに迫る勢いですごかった。えー、ルナフンちゃんを抑えてワンツーフィニッシュ。マイちゃんの分までしっかり見せてくれた。男女とも日本の底力を え、見せてくれて良い大会だった。これで男子も女子もワイナー争いが激戦だ。うん。デビトちゃん、ライフィンちゃん確定。カナちゃんは優勝したことで最有力エスポーで競りと競りは間違いなく決めるだろうけど、えー、リオンちゃんはキム・チェヨンの順位はどうなるのかと。うん。NHK 杯イちゃんが出られるのか、出られなかったらリオンちゃんが出るのか。ヘイ,ヘインまたはピンザローネは優勝できるのか。それによって色々大変と。うん。 ですね。男子も、これは、えっ、ー、と、リノちゃんは NHK かどうでしたっけ確か。また忘れましたね。男子も、イリア君とアダム君が確定。エスポーでシュン君とカオ君とエイモーズ、リットの誰が出てくるのか。NHK 班のショウマ君、ユマチの戦いがはどうなるのかと。それによって、昨シーズン同様、日本4人で四人の可能性になる、なる可能性も。まだまだ目が,目が離せない。うん。どうなりますかね。エイモーズリットか。エスポーはシュン君とカオ君のエイモーズリットね。 なるほどね。これはどうしましょうか。どうしましょうね。いや、リッツがね、まあ、だいぶ調子上げてきてるっぽいですよね。カオ君が波はあると思うんですが、どうなるかと。でシュン君は東日本でめっちゃいい演技したんで。いや、どうなるのかなこれはね、激しい戦いですね。どうしましょう、皆さん。どうしましょうね。うん。ぶっちゃけね、今ちょっとショーマ君の戦いが、 めちゃくちゃ気になってますね。うん、これはやばいぞっていう感じで。うん。はい。で、女子はね、どうなりますかね。うん、ピンザルでも調子いいすかね。ヘインちゃん、ちょっと今年はあれかな。うん。ね、でも、キムちゃんは調子上げてきてるね。で、えっと、リノちゃんはどうするのかなまた忘れましたね。うん。はい。ありがとうございました。